ラブファイター。今回は地方限定のある商品たちを紹介したいと思います。それはこちら、ディ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 、北海道の商品。いやー、こちらの商品は、こちらの商品たちはですね、なんと北海道限定の商品たちでございます。とあるスーパーで期間限定で売っていたんですよね、この北海道でしか売られていない商品が。そこで私は今回一つずつ紹介したいと思います。まずはこのカールコクうま明太子パスタ、間違った、まずはこのカールコクうま明太子バター味、これは北海道限定のカールだと私は聞きました。それでは早速中を覗いてみましょう。おー、鮮やかなオレンジ、うん、食欲をそそります。こちら北海道白熊キャラメルミルク味、全国、いやもう世界的に有名な白熊アイス、それをなんとキャラメルにしてみましたという企画ですね。では早速こちらも開けてみたいと思います。いや、こんな感じ、うん、結構いい味出してますよね。いやー、キャラメル大好きな私にとってはもうたまんない味です。それでは早速覗いて、いや覗くって変態じゃん北海道初ホワイトガラナ、これは先ほどの白クマを白くしてガラナにしたような味だと思われます。おや、何か書かれてますね。売り上げの一部はホッキョクグマの餌代として寄付されます。くー、ホッキョクグマに優しいよ。もうね、ホッキョクグマのためにね、私貢献したいと思うので早速飲みたいと思います。ほら、この氷、これで北海道気分味わえますよね。よし、じゃあこっからルールを説明しましょう。この氷水をかぶって、で、先ほど紹介した3つの商品を食べれば北海道にいると思いながら食べることができるという実験をしたいと思います。それではやってみます。それでは行きます。やばいやばい、それだ、食べたいと思います。まずはこちらのキャラメル、うん、美味しいですよそしてこのカール明太子マヨ味、うまい、本当に北海道にいるみたいだ。最後にこちらの北極熊に優しいホワイトガラナ、いただきます。うまい、本当に北海道にいるみたい、寒い。良い子のみんなは真似しないでね以上、ザッキーガーでした。ありがとうございました。